門別グランシャリオナイター今日のメインレース12レースです JRA 認定 HBA 賞第11回ブロッサムカップ H2 ニューイヤーズデイ賞2歳牝馬のオープン距離 1700m11 頭によって争われますフローラルカップ1着から7着場が再戦します11頭立てゲートインスタンド前で行われて収まりましたゲートイン完了スタートしましたほぼ揃いましたダッシュつかないのは7番のドイワウィンドです 先行争い6番のラブミーエールをしていきます外からスーッと11番のビビアン・エイト間に10番のフリーパスポート先行集団がずらりと広がりましたインコースからは2番のレディッシュこれらを制して6番のラブミー・エールが先頭に立ちます12コーナー中間点リードは1馬身2番手は8番、2頭10番のフリーパスポート11番、ビビアン・エイトが3番手4番手に2番のレディッシュそして並んで4番のアメリア・ハート今日は5番手追走その外に8番のハニービート 人気2頭がこの4番手集団並んでペースが落ち着きます向こう上面中段に1番のサウスビルがつけてその後三3番、未来への恵み後方は5番のモズ右肩上がり7番のトドイワウィンド最後方が9番のケンタッキー・グレイという展開です先頭からおしまいまでは10馬身以上あります3コーラーのカーブ逃げる6番のラブミーエールリードは1馬身です2番手が10番のフリーパスポート3番手11番ビビアンゲイト この8枠2頭が先頭に並んでいって前が3頭固まってきて3コーナーのカーブその後4番手、2馬身から3馬身が空きました内番、2番のレリッシュ外から上がっていく4番のアメリア・ハートそしてその外8番のハニービートハニービートが今4番手に上がって前を追っていきますその後は中段後ろのグループも差を詰めて3番、ミライへの恵み5番のモズ右肩上がりそして後方1番のサウスビル4コーナーのカーブさらにその後ろが7番、トドイワウィンドです 今度は先頭、ピンクの帽子2つ10番フリーパスポート11番ビビアン・ゲイトに代わって4コーナーから直線3番手、外から4番のアメリア・ハートが追ってくるさらには狭いところ8番のハニービート3番の未来への恵みちょっと苦しくなっているあとは外から5番のモズ右肩上がりも追い込んでいきます先頭は11番のビビアンゲー・ゲイト内粘る10番のフリーパスポート外から5番のモズ右肩上がりが追い込んでくる11番のビビアン・ゲイト、モズ右肩上がり2頭並んだゴーリン2頭接戦3番手は10番のフリーパスポート 11番のビビアン・エイトか5番のモズ右肩上がりかこれは2頭接戦並んだところがゴールでした3番手は10番のフリーパスポートその後に4番のアメリア・ハートと3番未来への恵みが続いていますさあ前2頭の体勢どう映るでしょうか先に抜け出した11番ビビアン・エイトに最後外から追い込んだ5番のモズ右肩上がり 1カン歩ずつ迫ってきて最後は大勢どう映るでしょうか第11回ブロッサムカップ H2 レースタイム1分51秒後このタイムはどちらかストップモーションの映像は11番のビビアンイトがわずかに優勢です5番のモズ右肩上がり追い込みましたが及ばずの2着に移ります